ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのパークサイドハイツさんの方にお邪魔しております。こちらですね、綺麗にリフォームされた 1LDK の物件となっております。早速ご案内させていただきましょう。まずはですね、こちらのリビングスペースからですね、洋風にねリフォームされたお部屋で、綺麗なフローリング張りの床になってますね。あとはね、つきにくいのでお掃除もしやすいですね。でこちら流し台がですね、綺麗になってます ね、 もうねシングルレバーで結構高さもあるので洗い物がすごくしやすいですね。で上のスイート棚もなかなかの収納力で、ね、前にキッチンに窓がついているのも換気ができていいですね。大きな換気扇もついております。キッチンでね給湯の設定ができますね。自動ついてます。でドーンとねこのように広々と使っていただけますので、テレビを置いてソファーを置いてダイニングテーブルを置いていただくこともできます。で隣には和室、畳6畳のお部屋がございます。ここですね、奥に押し入れがしっかりとね収納力がありますので、ここねなかなか大きいですね。こっちもありますし、こちらも収納として使っていただきます。また上もしっかりとね手袋も収納として使っていただくことができます。こちらの畳とですねリビングから窓がねあるんですけども、目の前に大きな公園がありまして、もう目の前ですね、お昼間はお子さんのね元気な笑い声が聞こえるようなのどかな街並みになっております。南向きということでね広いにもちゃねいいですね。で、お部屋和室の方からはこっちにね廊下に出ていただくことができまして、玄関にはシューズボックスもついております。でこちら洗面スペースですね、綺麗なシャンプードレッサーがついております。で隣が洗濯機置き場ですね。お風呂もね扉から綺麗に、ね、なっております。でこちら浴室ですね、ここも綺麗にリフォームされまして、交換された綺麗な浴槽ですね。入ってみましょう。ちょっと大きさをね確認でしっかりと深々と使っていただくことができます。追い炊き機能もついてますので、ね、寒々しくなく使っていただけます。窓もついてますね。でこちらがお手洗いです。ここもね綺麗にリフォームされてますね。はい、清潔感も非常にあってね使いやすそうな便座になってますね。でこちらからリビングにねつながってますので、よいしょ、このようにぐるっと回っていただくことができます。以上でお部屋のご案内は終了となりますが、まだまだお勧めできないところたくさんありますので、詳しくはショーツのホームページでご覧いただきたいと思います。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の助けた皆様の探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。